かお供用に飲み物をね持ってきてくれたんだけど、なんか渡し方がこう、なんかこうあのメイドさんみたいな渡し方してくれました。お供久しぶりの、これ私が前に買ったあれじゃん、無印良品のぶどうジュースですねこれ。でもこれね一応ねソーダなんですよ。だけあのシュワシュワシュワってなるっていうね、あたかもワインみたいになるということやな多分これは。無印良品です。なのでぜひあの飲み物がお近くにある方は一緒に乾杯しましょう。ぜひありがとうね。あ、ちょっとテロップ変えますね。イベありがとうございましたと。イベント応援ありがとうございました。はい、ありがとうございます。なんか顔にかぶっちゃってるな。ありがとう、本当にみんなのおかげです。この枠でいかにね感謝を伝えれるかだから、たくさんありがとうって言っていくよこれから。よいしょ。じゃあこのブドウジュース開けさせてもらって、開けれました。ではちょっと待ってよ、久しぶりのお供タイム、お供シュワシュワタイムしようかな。いきます。おお、なるほど。音フェチってました？大丈夫？じゃあ皆さん乾杯しますね。氷ね、ちょっと これに氷はどう？いきます。イベ応援本当にありがとうございました。そして1位ありがとうございます。乾杯カコン、乾杯。美味しい。めっちゃ美味しいなこれ。めっちゃ美味しい。なんかワインの味もする。多分お酒は入ってないんですけど、濃くてめっちゃすごい美味しいです。アルコールではないです、無印良品やけん。無印良品ってお酒置いとんかな。これはもう果汁 100% ソーダです。7000人超えてくれたってありがとうございます。嬉しい。待って、もういろいろと、もうなんかすごい全部がなんか突破しとって、本当になんとお礼を言ったらいいか。ありがとうございます。結果聞かせてって、はい、そうですね、暫定ですけれども今ね、明日確定が出るんかな。暫定で今回の日向さんによる T シャツとポストカード500枚をいただけるイベント、暫定1位をいただきました。ありがとうございます。ありがとう、嬉しいです。ありがとうございます。やったまーちゃんもお疲れ、ありがとう。あのこの枠もねたくさんフルしてくれてたんですけど、読めないコメントとかギフトとかもあったと思うんですけど、すみません、ありがとうございます。明日からまた通常配信で1時間ぐらいかな配信していこうと思ってるので、これからもよろしくお願いします。それではね、あのお礼にね、ちょっとゆっくり話したい、ゆっくり話してもいいんですけど、お礼にあの歌をね、あのずっと歌えてなかったので、このイベント中1回は歌わせてもらったんやけど、あの歌を2曲今日は歌わせていただこうかなって思ってて、1曲は竹山か私の曲の中から1曲と、あとはカラオケ1曲ってなってるんですけど、このカラオケ1曲は
さっきね、さっきというか今日かお母さんと選曲しまして、で、すごい悩んでたよね、最後一曲どれにするか。で、これがぴったりじゃんって言って教えてくれた曲を覚えてきたので今日はそれを最後に歌って終わりたいと思います。いや、どっちが最初がいいかな、竹山の方で締めた方がいいのかな。あ、竹山というかあれ見なきゃ、投票をね、竹山か私の曲のやつで投票をしてたんですけど、それの結果を見まして、今いますね。あ、オッケー、結果見えました。はいはいはい、じゃあこれを最後に歌わせていただこうかね、締めた方がいいよね。じゃあ先にカラオケ曲歌わせていただこうかな。投票ので締めようって言ってくれてる。オッケー、あ、きなこタイムね。そう、今見る。ちょっとなんか最後までね、配信中もね、投票がまだされとってね。今ね、投票終わっとんやけど、今見れました。ありがとうございます。きなこタイム？きなこタイムね、確かに。きなこと、あと全身見たいって言ってくれてた人が多かったので、全身タイムと。ね。あ、早い！あはは！きなこです。ちょっと待ってね、きなこちゃん、ごめんよきなこちゃん。はい、きなこちゃん、今日はありがとう、ほんまに。今日はね、ずっとね一緒にいたんよね、きなこ。え、足がちょっとあれやね。きなこ、きなこかわいいね。ほんまにお姫様抱っこじゃん。ありがとう、きなこ。もういいや、もういいやね。かわいい。はい、きなこありがとう。坂、毛が逆立っとる。よいしょ。そして今日のお衣装なんですけれども、のぶさんにいただきました、このシンデレラ衣装。全身がねちょっと映らない感じにはなってるんですけども、どうかしら、どうかしら、ちょっと遠いかしら、遠いかしら、どうかな、こんな感じでなんかぜひスクショ撮ってくれてたら嬉しいな。それちょっと使わせていただくかも、スクショが撮れぬもので。ありがとう、嬉しい、ありがとう。よきかい、よきね。はいよいしょ。本当だ、もうやばい人が、ありがとう、7861名様来てくれてありがとうございます。竹山 3.5 というガールズバンドでボーカルをしています武田ひなほと申します。毎日配信やってるので、よかったら初見さんもルームフォローしてくれたら嬉しいです。あ、嬉しい、なおちゃんありがとう。なおちゃんもコメントくれと。じゃあ、ちょっと遅くなりましたが歌タイムにしようかな。ちょっと改造するね、マイクちょっと近づけてくる。マイクがここにいるので、だるまさん、小判さんこっち置いて、タイマーさんこっち置いて、はい、
ちょっと待ってね、ブーって言っちゃいかんけ。オッケー、はーい、よいしょ、お待たせ。よいしょ。ほんなら無音って、あ、うん、ちょっと音切ってた。なんかマイク動かしたらブーンってなったらいかんけん。よし、それではいい音になった。あ、ずっとこのマイクなんやけどね。ちょっと近づけました。そうだ、これ。あ、8000人ありがとうございます。じゃあちょっと緊張するけど、今度初めて歌う曲やっぱ緊張するな。お母さんにこれぴったりじゃないって言って教えてくれた、この曲を歌って今日はっていうか、あれですね。感謝の。そしてこれからの意味、前向きな意味も込めてこの曲を。だって最初どんなんやったか忘れたんやけど、ちょっと待って待って待って、緊張する。ちょっと待ってよ。最初だけね、歌えんかったらいかんけ、最初だけちょっとだけ聞いていい？オッケー、オッケー、いきます。では歌わせていただくのはこちら。最後に歌わせていただくのはマイレボリューションという曲を歌わせていただきたいと思います。緊張したよ。これをね、歌うってなってね、結構練習したんやけど、ありがとうございます。パチパチ、嬉しい。知らんくてね、この曲初めて聞いたのよ。めっちゃいい曲やな、ほんまにすごい。何回も聞いた、これ。懐かしかった。よかった、ありがとうございます。ではもう一曲ね、最後に、ほんまの最後やね、に私の曲を歌わせていただこうと思うんだが、ちょっと動画を見つけないと。卒業式で歌ったのか、すごい。ちょっと待ってね、探しますね。あるかな。最後、皆さんから投票でね、投票いただいた、一番投票が多かったやつを歌わせていただくんだけど、カラオケ音源がなくてですね、ちょっと声を合わせる感じになるんですけど、最後その音源で歌っていきたいと思います。ほんまに、ほんまにね、10日間長いようで短いようで長いイベントでしたが、本当にたくさんの応援ありがとうございました。
ありがとうございました。また明日の配信からも何卒よろしくお願いします。ありがとう。それでは歌いたいと思います。ありがとうね、コメント。では、いきます。ちょっと待って、つなげるもん、つなげてなかった。よいしょ、ブーって言っちゃダメ。では、いきますね。ちょっとこ、大きいな、大きいわ、多分。いきます。はい、最後に歌わせていただくのは武田ひなほ作詞のふわふわラブユーという曲です。ぜひ作詞の歌詞の意味も聞きながら聴いてください。何をしたいのかわからなくてずっと悩んでた毎日、夢もないまま変わらない時間を過ごしてた。君と出会ってから全部カラフルになった。君の温かい言葉でいつも元気出た。最上級の感謝をありがとう。こんな頼りない私と一緒にいてくれて、くよくよしている私を励ましてくれて、これからもよろしくね。トゥットゥットゥットゥルトゥットゥットゥットゥルトゥットゥットゥットゥル。出会ったのはほんのちょっと前で、このちょっとは大切な宝物。乗り越えられない壁でも君がいてくれたら、一緒に過ごす空気はふわふわ輝いてて、もやもやも二人で溶かしていけると思った。最上級の感謝をありがとう。こんな頼りない私と一緒にいてくれてありがとう。くよくよしている私を励ましてくれて、これからもよろしくね。いで1位応援本当にありがとうございました。これからもよろしくね。ありがとう。こんな頼りない私と一緒にいてくれてありがとう。くよくよしている私を照らしてくれて笑顔もくれてありがとう。こんな頼りない私と一緒にいてくれてこれからも見たことない世界を一緒に歩いてくれるかな。これからもよろしくね。トゥットゥットゥットゥルトゥットゥットゥットゥルトゥットゥットゥットゥル。
とうございました。私が作詞させていただきましたふわふわラブユーという曲でした。本当に今日も、この最終枠もですが10日間本当にありがとうございました。また明日からもぜひ通常の配信でお待ちしてます。よろしくねありがとうね。本当に終わらせてもらう。めっちゃ名残惜しいけど9051名様ありがとうございました。あ、そうやそうや、お母さんが言ってくれた、ランキング読み、ランキング読みしないと。めっちゃ大事なもん忘れとった。ランキング読みさせてもらいます。ランキング読みって言ってくれとる。ちょっと待ってよ、ランキング読みね。ランキング読みさせてもらいます。じゃあさっきの曲をかけながらランキング見させてもらおう。では13位から読ませていただきます。ありがとうございます。13位、三つ王子様、ありがとう。この中での団長ありがとうございます。本当に嬉しい。そして12位、玉ひなさん、ありがとうございます。たくさん投げてくれてありがとう、お疲れでしょ。そして11位、みちゃおさん、ありがとうございます。ほんまに常に団長ありがとうございます、お疲れでしょ。そして10位、ジャンマン隊長、ありがとうございます。壇上乗ってくれてありがとう、ほんまに。9位、ノブさん、ありがとうございます。たくさん投げてくれとったな、ありがとう、お疲れ様です。そして8位、待ってよ、ツッチーさん、ありがとうございます。ツッチーさん8位です。たくさん投げてくれてありがとう。そしてラッキーセブン、ムラちゃん、ありがとうございます。ムラちゃん、明日はベリーベリーいい日になるぞい6位、ヤス919さん、ありがとうございます。たくさん投げてくれてありがとう。そして5位、ピルクル、ありがとうございます。団長乗ってくれてありがとう、ほんまに。そして4位、ケンジ、ありがとう。ケンジお疲れ様です。たくさん投げてくれてありがとうございます。そしてこの枠の第3位、アボン、のりたまー、のりたまー、ありがとう。3位です。たくさん投げてくれてありがとうございます。そしてこの枠の2位、アボン、やっくん、やっくん2位です。嬉しい、ありがとうございます。2位です。たくさん投げてくれてありがとう、嬉しい。そしてこの枠の第1位、アボン、おひつりさん、ありがとうございます。おひつりさん1位です。待って、1位なんだけど、おひつりさんありがとう、嬉しい、ありがとうございます。わー、ありがとう。本当にその壇上ね、読ませていただいたんですけど、本当にたくさんの応援、たくさんの方々ありがとうございました。ありがとう、ですね、ありがとう。あ、忘れとこやった、危なかったそれでは明日からもよろしくお願いします9198名様、やばいね、めっちゃ来てくれとるやん、ありがとうございますあ、オッケーオッケー、コメントめっちゃ見てくれよるからな。スクショをね、最後、私がスクショさせてもらうやつかなを最後させてもらいたいなと思いまして、よいしょちょっと待ってよ、オッケーオッケーオッケー、このままちょっとスクショさせてもらいますね。ありがとうございます。どうしようかな、こっちの手じゃないとダメか、指打っちゃう、こうか、こう、取れたけどめっちゃ自撮り風になったわ、ありがとう、嬉しいなんか変になってしまった。それではそういう意味お疲れさんでした。カウントダウンいくね、もう大丈夫かなね、明日からもよろしくお願いします。お疲れさんでした。お次
終わった。